歌川国吉文久元年3月5日は、江戸時代末期の浮世絵師。画号は、文政初年から万円元年にかけて、一遊才国吉と言い,い、後に、彩り香る者、朝桜郎、雪ヶ谷、千馬とも合した。歌川を称し、強化の号に柳、柳め陰謀に一妙会ほど香るといった。江戸時代末期を代表する浮世絵師の一人であり、 画層の豊かさ、斬新なデザイン力、奇想天外なアイデア、確実なデッサン力を持ち、浮世絵の枠にとどまらない広範な魅力を持つ作品を、多数生み出した。完成9年、江戸日本橋本銀町一丁目に生まれる。父は慶荒野を営む、柳屋吉右衛門。幼名は、井草義三郎。サブロ後に孫サブロ風景版画で、 国際的に有名な歌川広重とは、同年の生まれであり、同時代に活動した。壮年時には、向島に住む。見巡り神社秘文によれば、国吉は、幼少期から絵を学び、七、八歳で、北尾茂政の、絵本武者靴や北尾正美の、初職画館を写し、十二歳で描いた、正気悲下剣図を、初代、歌川報告が目に留め、 文化8年に15歳で入門したという。報告は、華麗な役者で一世を風靡した花形師であり、兄弟市に、歌川国貞がいる。国吉の名は入門の数年後、文化10年頃の観光と見られる傑作者、浮世絵師の相撲見立て番付の前頭27枚目に挙げられており、翌文化11年頃間の豪刊、ご無事中心蔵表紙と差し絵が、 初作とされる。翌文化12年の錦絵市川一蔵の金輪五郎今国三代目、中村歌右衛門の、尾身は、頃から一枚絵を制作し始めており、この年の錦絵に、三世、中村歌右衛門の春道二郎左衛門がある。また、文化13年には、錦絵朝尾雄二郎、五代目、岩井半四郎、七代目、市川團十郎を描いており、 本作は最後を用いた年代を特定できる最初の作品であった。国吉は学士が乏しく月謝が払えないので、すでに歌川派を代表していた兄弟子、歌川国直の家に居候し、彼の仕事を手伝いながら腕を磨く。この時期は役者や豪勘の差し絵などを描いていたが、あまり人気が出ず作品もわずかであった。また、 勝川春亭にも学んでおり、さらに、葛飾北斎の影響も受け、後に三大帝通林に学んで、雪ヶ谷とも合した。文政少年、西木江、平智森亡霊図や、大仙に子孫、両弁滝の図によって一時は人気を得たが、文政六年頃銀座の川口や肖像を呼び、日本橋の川口や彫像という版元から、役者絵を出すも、四方国や、 兄弟子、国貞の人気に勝てず、その後しばらくは不遇であった。そして、死の報告没後の文政10年頃に発表した、大盤揃い者、通俗水古伝、合結108人という、水古伝のシリーズが評判となる。武者への国吉と称され、人気絵師の仲間入りを果たした。唐都名所などの西洋の陰影表現を取り入れた、名所へにも優れており、 美人画や役者絵、経画にも多くの力作を残している。その後、天保元年頃、新泉町原野店の借屋に従始め、朝桜郎の号を使用し始めた。この頃、武者絵、洋風風景画、美人画、魚類画、風刺画などを近代的な写実画によって制作している。通俗三国志の内花たこ突き下げ関羽や両地図、加田の医術で、 肘の切開手術を受けるガム。天保六年、歌川カオル衆が入門する。国吉は、天保八年十二月までには、向島に移り住んでいる。ところが国吉十五歳の時、運命は一変する。老中、水野忠国による天保の改革。失踪剣約、風紀粛正の号令の下、天保十三年には、国吉や、国さだらも、人情本。 絵本が取り締まりによって、絶版処分となる。また、浮世絵も、役者絵や美人画が禁止になるなど大打撃を受ける。江戸幕府の理不尽な弾圧を黙って見ていられない、江戸国二世は、浮世絵で、精一杯の皮肉をぶつけた。源の頼光交換土雲作用会図は、表向きは、平安時代の武将源頼光による土雲退治を描いたものだが、 本当は土蜘蛛を退治するどころか妖術に苦しめられているのは、より密と見せかけて実は、将軍、徳川家吉であり、国家気球の時に打民をむさぼっているとの批判が込められている。主君が危機だというのにそっぽ向く裏部末武と見せかけ、天保の改革の中心人物、老中、水野忠邦である。また、着衣の家紋や模様から、 他の頼光四天皇で五を打っている。渡辺綱は、真田幸貫、坂田金時は、堀田正俊、湯呑みを持っている。薄井貞光は、土入りくらい。土雲は、筒井正則、矢部貞則、三延持なるを指すとされ、他の小物類も当時の人物たちとされる。そして奥にはユーモラスな妖怪たちがいるが、実は、天保の改革の被害者たちである。 富くじが禁止された富くじ妖怪、歯の内六六首には話し話しなど寄せの禁止を、恨んだ者など、絵の至るところに隠されている悪性に対する風刺が、込められている。江戸の人々は謎を解いては留院を下げて、大喜びした。しかし、幕府は、そんな国吉を、要注意人物と徹底的にマークした。国吉は何度も奉行所に呼び出され、尋問を受け、 時には罰金を取られたり、始末書を書かされたりした。それでも、国吉の筆は止まらず、金霊の網をかいくぐりながら、幕府を風刺する国吉に、江戸の人々は、喝采を浴びせた。国吉自身がヒーローとなり、その人気は最高潮に達した。高下元年国吉は、葛飾北斎門人の大塚道安の紹介により、北斎と出会っている。なお、この時、 コマ回し竹沢当時の絵看板を描く木は、この道、案を雇って保湿させた。同年、島、揃い上弁慶において、薫る切り印を使用する。高下3年に、大判3枚、続くの西木へ、里雀目倉の仮宿が、雀の衣服の門に名主印が押されたことで問題となった。やがて目の上の単古部であった、水野忠国は失脚。 国吉は待ってましたとばかりに、高架から海域には基礎をみなぎる、武者へ三枚続くを描いて、江戸の人々のとぎもを抜く、武者へを世に送り出して、新規軸を見せた。国吉の描いた、宮本武蔵と巨芸から1854年は、浮世絵三枚分に描かれた、まるでオースペクタル絵画である。武蔵の強さを表現するのに、相手が人間では物足りない。 桁違いのクジラと戦わせることでヒーロー武蔵の強さを伝え国吉を称える声が満ち溢れた。武者へで大成功を収めた国吉は一人の絵師として気にかけていたものがあった。国吉は大海の国の裕夫を剣で画面左側の女性は伝統的な美人画の技法で描かれているが対する馬はまるで西洋画のようにリアルな立体感が陰影によって描かれている。 実は国吉は、当時なかなか手に入れることができなかった西洋の同伴画を集め、遠近法や陰影の付け方の研究に励んでいた。国吉は、西洋画は、真のがなり、世は常に、これにならわんと欲すれども得ず探索の至りなりと語っている。そんな国吉が56歳の時、新たなシリーズの制作に取り掛かった。 それは四十七人の獅子が揃う中心蔵である。国吉はこの作品を新しく学んだ西洋画の技法で描いてみようと思い立った。この時代、講義に逆らった赤狼老子を称えることはご法度であり、あくまで儀曲化され、舞台で演じられる役柄として描くしかなかった。ところが、西洋画を学んだ国吉は、かつてのような派手な見栄を切る、大石倉之助ではなく、 実在の人物としてリアルに描こうとした。国吉が生み出した白身のヒーロー像であったが、派手な浮世絵を見慣れている当時の人々にとって、写実的な肖像画は受け入れられず、すぐに打ち切りとなった。落合義幾による国吉の死へ。国吉が赤穂浪士を描いた翌年のカエ六6年、裏側にはペリーの黒船が来航した。また、 同年に国吉は新泉町原屋店に居住しており、6月24日に料理茶屋河内屋で、梅屋鶴樹主催の書画会において三十乗時期という、大神に、苦蛛竜師神奮土の図を、自らの着物を墨に浸して描いている。同年7月、大番二枚、続く、浮世又平名がき得の絵が時世を風刺したとして、おがめを受ける。 安政三年始め頃に中部を患い、四年前後、あたりから人物描写に硬直味が見られ、描線に鈍さが出て、同感に乏しい作品が目立ち始める。安政五年に弟子の歌川義虎を絶縁、行事集に届ける。万、ま、円元年には横浜絵を制作するが、花々しい武者への世界を築いた国吉は一つの時代の終焉に合わせるかのように、 文久元年に六十五歳の生涯を閉じた。墓所は最初浅草八県寺,寺町、大正をはじめに、千住に移され、戦後は、小平市上水南町五百十一の大仙寺。法名は、新納院、則山神事、墓石に井草と記されている。国吉には宇多川義、歌川吉虎、歌川薫園、落合吉幾、歌川義富藤など多くの門弟がおり、 最後の浮世絵師と呼ばれた月岡義俊や幕末から明治前期に活躍した異色の絵師川辺京斎も国吉に弟子入りしたことがあった。また、その画系は原野天派と言われており、義俊、年方、清方、深見という風に昭和期にまで続いている。染め色づくし染物を題材にしたギガで猫絞り、狐コン、熊黒など遊び心に富む。 男性にへ。中心蔵十一段目夜内の図案入補書。東西海陸機構の差し絵作品は、役者へ、武者へ、美人が、名所へから、ギガ、春画まで様々なジャンルにわたっているが、中でも、歴史、伝説、物語などに題材を取り、大盤三枚綴りの大画面に、巨大なクジラや骸骨、化け物などが調料するダイナミックな作品に本領を発揮している。 反面、肉筆画の作品は、種類は多彩だが、減損数が少ない。現在確認されている錦絵への作品数は、5300枚余りに、及ぶ。東海道53対岡部、鶴屋南北、独道53駅の岡崎の化け猫騒動と岡部の、猫石を題材に描いた国吉は、無類の猫好きとしても知られ、常に数、数き 時に十数匹の猫を飼い、懐に猫を抱いて作画していたと伝えられる。内弟子のカオル州によると、亡くなった猫はすぐにエコーインに葬られ、家には猫の仏壇があり、死んだ猫の戒名が書いた遺灰が飾られ、猫の過去帳まであったという。それだけに、猫の仕草に対する観察眼は鋭く、猫を擬人化した作品も多い。 山東京山著おぼろ月猫草しかええ2年がある。特に半名を好んだらしく、絵に登場する頻度も高い。門弟たちにも猫を描くのを勧めたと言われ、国を以降、浮世絵に猫が描かれる頻度が増加する。猫に限らず、タヌキ、スズメ、タコなどの身近な動物を擬人化して、節操を風ししたり、動物に託して、 江戸の庶民の生活を描写した作品も豊富で、これらからは現代日本にてますます盛んな漫画、劇画の源流の一つを見ることができよう。余生、自宅で絵を描く自身の顔の前を、絵の中の動物や人物が横切り、自身の顔を隠している、自画像のような遊び心のある作品も、国吉の得意としたものである。これには、西洋のジュゼッペ・アル・チンボルドなど、 博来画からの影響がしばしば指摘される。しかし、国吉以前から予選の伝統はあり、文化、文世紀には身の回り様々なものを組み合わせた作り物を公開する細工見せ物や竹のかごめを編んで人物や動物を作り上げ、その大きさは時には高さ20メートルにも及んだという籠ご細工などの見せ物が模様されており、国吉は こうした見せ物からアイデアを思いついたとしても不思議ではない。カビを戒める天保の改革以後、幕府の禁令によって、役者や遊女の一枚ずりにしき絵は出版不可となるが、国吉はこのような世相のもと、持ち前の江戸っ子気質を大いに発揮している。下手馬の元祖のように、二宝蔵壁の無駄書のように壁の落書きを写し取ったという方便を使ったり、 魚の顔を役者の似顔にしたりするなど、様々な弁法で禁令をくぐり抜け、絵師は役者の似顔を世に送り出し続けた。2008年、富山県の農家の倉から国吉を中心とした歌川派の版木が368枚発見され、購入した国立歴史民族博物館により2009年に公開された。これにより、 国吉作品の創作過程の解明及び、浮世絵本来の色の復元が始まっている。この版木については、同年4月12日放送のブッシー、ハイビジョン特集幻の色蘇る、浮世絵、5月16日放送の NHK 総合、ワンダーワンダー浮世絵蘇る、幻の色で取り上げられた。とうと三つまたの図に描かれているのは、 東京スカイツリーを予見していたとして話題になったが、井戸掘りの矢倉ではないかと推察される。国吉はまた、柴田世信、渡辺か山ら当時の文化人とも交流があり、画風にも当時の新知識を、彼なりに研究、吸収した跡が見られる。国吉は、年下の世信に教えをこい、国吉の画力を知る世信は、そんな資格はないと一度は断った。しかし、 国吉の熱意に負け絶身は願いを入れて、国吉に、イグサ千魔の号を送ったという。この名が記された、国吉の作品はなく、信憑性に疑問が残るが、国吉の肉質が、下切りずめずには、絶ンの影響が認められる。相馬の古代理という作品に登場する巨大な、骸骨は、西洋の解剖学の書物を研究した成果である。 特に1682年オランダで出版された旅行加入フ著、東西海陸機構の挿絵に、国吉作品の転居が多数発見され、同省国吉が所持していたことを思わせる。例えば、中心蔵11段目洋打ちの図では、西洋画の投資画法を学び、画面に奥行きと緊張感を与えている。平成23年には、没後150年を記念して、 没後150年、歌川国吉展が4月12日から6月5日まで、大阪市立美術館、7月9日から8月21日まで、静岡市美術館、12月17日から翌2012年2月12日まで、森アーツセンターギャラリーで開催された。平成26年3月14日、国際天文学連合は、歌川国吉を記念して、 水星のクレーターの一つを国吉と命名したと発表した。国吉作品の画像が掲載されている全項目のうち人物と作品及びその背景もしくは項目記事との関連性の理解につながると思われるものに限りここに示す。ありがとうございます。